札幌で企業の M&A 買収や合併の仲介サービスを展開する桜くら M&A アドバイザリー桜社は道内の小さな規模の M&A 案件を中心に扱っている売りたいよりも買いたい方が増えている気がしますねこのコロナをきっかけにこれがチャンスだと思って小規模 M&A は コロナ前と比べて成立件数に大きな変化はないもののファンドなどからの問い合わせ件数は増えているという魚の加工場とかそういう小規模な農業生産法人とかそういったあのものを作れるところがこれからは M&A が盛んになっていくのかなと思います。 去年、奥田社長が仲介した案件がある道内の建築会社と警備会社のマッチングある悩みを抱えていた。